あずき先輩の話をね、ちょっとしたいと思います。これはスバルとあずき先輩に何があったってわけでもないんですけど、あずき先輩、60万人おめでとうございます。実はスバル、あずき先輩と喋ったことあるんですよね。ちなみになんですけど、猫ならばいけるとかね、結構好きで、本当にね、60万人。で、あと髪型も一緒、似てますよね、黒髪で。まあね、ホロライブメンバーとして、よろしくお願いします。ところで、ソーセージレジェンド、興味ありませんか？いつでも待ってます。これだけね、スバルの枠で伝えとこうと思って。これだけ伝えておかなきゃ。結局それかいって言うけど、それが一番大事でしょ。それが一番。いやいや、何のためにここにフランクフルトがあるのかってことですよ。一回声をかけとかなきゃと思ってね、ちょっとここでね、言っておきました。よければね、見るだけでもいいんで、見てみてください。強制はしません。はい。